はい、スーパーロボット大戦 Z 実況プレイパート245をやっていきたいと思いますと、前回人工太陽の話でしたね。結構そのループ分岐に関わる要素を頑張って攻略してみたんですよ。多分成功してると思うんだけどね。ただまあそれ以外の要素が足りてないから、おそらくなんかループ分岐後半しなさそうな気もするんですけど、まあとりあえずね、やっていきたいと思います。はい、45話やっていきます。イングビアルかな。ポチャン聞こえたな。ということで、ニルバーシをここに移動させたい。うん。では加速。シュースでつけとこう。うん、ではやっていきます。こいつらバリアって買ってんだよな。だからな。はいはい、バリアのせいでとにかく攻めにくいですね。ブルエクサまっすぐ移動だな。どうせなら X もサテライトキャノンにしてくればよかった。
ったいない気もするけど、これしか届かなかったからしょうがねえ。届くんだ。そんなにもう使う人ないかもしれない。こちらかというと、この位置に配置。これも早いとこ移動させないとな。給油してやりたい。130に低下するよね。うん、その分もっとガンガン敵倒してダメよ。なんか見覚えてる。
もう絆惚れた。アルカーナだとさすがにダメじゃないかな。これは多分フォーメーションこっちにして、こうすると殴れるんじゃないかな。当たる？一中使えばいいか。ニュータイプって勘違いしてるだけだよね多分。ちょっと中二病のおっさん。はい、でここにエウレカを置きたい。エウレカかな、このニルバーシュを置きたいのよ。こうしてこうしとくか。気力は1足んないけど、多分これって敵倒せばいい話なので、あと 1,2,3,4,5,6 ここまで届くから、こいつはここに移動させないといけないね。でこれはここ、あ、届かないや。覚醒使っちまったな。なるとどうしようかな。よし、こうすることできた。ギリギリ入ってないな。これでお処理多めで OK。 で問題は足りたかという話なんだが、
1足りないか。じゃこのターン一旦投げるか。いやでもな、4ターンだからな。いや、いいか。とりあえず、あ、もうこれで、目標を達成しちゃおう。しないとダメか。出せてもよかったかな。これセブンスウェルと、終わらないね。
みんな。激使ったところだよな、多分届かねえよな。この一列まずいな。なんかできる？ザンボットならいけるか。ここがあると。もう当たりねえ。無理させらんないんで。マジで足並みが合わねえ。ほんとあれだな、マジンガは配置表示なくなるな。これで当てられたキャノンがたまりました。この直線上にいる仲間を一回離脱させないといけないので、お前とお前だ、アフィンファンネルぶち込んで、ファン以外まで適当に移動して、打ち込む。あなたに力を。ツインサテライトキャノン発射。
大してリフでね、もうちょっとなんか工夫すべきだったか。バスク落とし損ねた。入った、まあ、Aアダプターがちょっと一個もったいなかったけど、よし、はい、さて45はクリアということで、メスサーラカプスレが追加、使うかどうかまた置いといて、じゃあパイロットとして今度はビリンにマリアが追加ですね。まあ多分こいつの2人は主にこれセットで運用することになるかなと思うし、あのザブングルチームでソラ A 以上なのってキャラ的にちょっと少なかったりするから、まあビリンはドラン固定だな。うん、そうね、ちょっとマリアがなんだかんだ結構あのいい感じなの青春コマンドの構成になってるから、これも活用していきたい。かく乱あるからな、これ SP アップでかく乱ガンガン使えるようなキャラクターに伸ばしていきたいですね。はい、で次16招待か。うん、じゃまたちょっとパーティー編成考え直してまたね次の戦いに挑みたいと思います。ではスーパーロボット対戦 Z 実況プレパート245、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てるなー。